武田龍選手です。サンミリオンの武田選手。11月9日です。今日はサンミリオンの練習にお邪魔します。チームサンミリオン、九州は福岡の社会人チームです。吉越一平選手、今日は GS 3日目になりました。ちょっと雪降ってるけれども視界良好、下のバーン硬くて。選手3名、水尾コーチ1人、4人のちっちゃいチームですけども、いい練習できてます。いい練習できてるよね、はい、これ誰ですか？誰？本ちゃん。次は本田博樹選手。ただいま時刻は9時40分。気温はマイナス4度。今日は午後から強い雪になるそうです。本田くん。OK。おはようございます。サンミリオンスキーチームの水尾コーチです。今日で3日目ですか、ゲートトレーニングは。ゲート2日目です。ゲート2日目ですね。はい。やっと4日目。そうですね。成長トレーニング始まりましたけれども、選手の調子はどうでしょう。まあそうですね。シーズン始めにしては、まあいつものシーズンよりはいい状態に来てるんじゃないかなと思います。もうあと10日ぐらいでレース始まっちゃいますね、こっちで。そうですね、あとまあ2週間ぐらい、2週間ぐらいありますから、はい、そのレースノーラムとノースアメリカンカップと、そしてフィスのポイントレース、ね、積極的に参戦していくということで頑張ってください。はい、ありがとうございます。